うし、ドラゴンです。いつもこのチャンネルをご覧いただきありがとうございます。はい、今日はですね、一応ね、エージェントエースの方と、あと新イベントだった、プロスピの、モンスターの撃破のやつ。なんか、名前忘れたけど。そちらの方のね、報酬開封をやっていこうかなと思っております。はい。で、一応エージェントエースの方から、報酬を集めましたんで、どちらもね、一応 S ランク、契約書ですね。はい、そちらの方で報酬開封やっていこうかなと思います。ラディオ！はい、では早速ですが、ログインボーナスで S ランク確率 10% 契約書もらえたんで、そちらに出ましょう。ラディオ！はい、この S ランク 10% 契約書もね、数々の、はい、奇跡を起こしてきたんで、さあ、奇跡を再び起これ！どうだ！あーまあでも、和田投手か。和田投手そういえば俺持ってたな。よし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 。これはとりあえず OK だろ。はい。まずは幸先スタートですね。とりあえず OK でしょう。和田投手なんで。はい。で、まあ一応ね、S ランクのミキサー要員そちらの方をちょっとね、集めていこうかなと。高橋周平選手はですね、一応サード枠なんですけど、ドラゴンズ枠でも柳投手がいるんで、まあ、ちょっとね、ミキサーに出したいなと思います。はい。で、こちらの方でね、ゴール契約書と S ランク 30% 契約書、そちら集めてるんで、これを引いていこうかなと思います。まず A ランク契約書から、開封していきましょう。孫チャーオ投手ですね。はい。ですね、はい、じゃあゴールド契約書と合わせて S ランク 30% 契約書。これで S ランクをね、ちょっと狙っていこうかなと。まあ、2枚抜きやっていきたいですね。はい。レディーゴー！さあ、S ランク契約書と別に S ランクゲットできるんでしょうか。うわー、ちょっと卑猥な、これやばいぞ。これは際どい。きついぞ、これ。うわれーわれねえ。きちー。割れんやったらオワコンやぞ、こら。完全に。あちゃー。こら厳しい。こら厳しいっすよ。30% 外したのは痛いな。さあ、S ランク契約書。いまだ S ランク0枚です。ここでなんとか出したいですね。はい。さあ、演出は相変わらずしょぼくれですが、S ランク1枚確定でございます。果たして誰が出るんでしょうか。誰だ。おお、サンチェス投手ですね。はい、サンチェス投手ですね。いいでしょう。はい、サンチェス投手はですね、一応見てみましょうかね。はい、読売ジャイアンツサンチェス投手。はい、こんな感じですね。お、まあ3スタイまあまあすね。うん、まあ球種数も多い、まあ、通信もある、うん、なるほどなるほど。まあ、巨人枠、まあ、それこそ、純正でギリ残るかなってぐらいですね。はい。巨人は優秀なピッチャー多いのでね。うん。OB も含め。はい、プロスピ妖怪道の集会が終わりました。S ランク契約書をゲットすることができましたんで、引いていこうかなと思います。はい、累計報酬はこんな感じ。撃退報酬か。こっちが累計報酬か。はい、S ランク契約書をゲットしました。まあ、プロスピ妖怪道なかなかね、面白かったっすね。まあ結構ね、ストック経験値もらえるから、割と優秀なイベントかなと思いますね。それこそ僕ほぼほぼ、何やろ。自動周回で回ったんで、はい、全然いけましたね。はい。まあ自動周回で回れるイベントこそね、本当に優秀なイベントだと思うんで、はい。忙しい人には持ってこいなのかなと思います。さあ、S ランク、2枚出るんでしょうか。そこだけしか入れない。おじゃっ！ボース！カオリー・スパンジェバー！スパンジェバーグ選手ですね。セーブの。さあ、2枚抜きになるか？果たして。2枚抜きか！よし！よし！ヤクルトの梅野投手ですね。梅野投手、俺 A ランク持ってなかったっけな。お、ゴールド契約書。梅野投手がゴールド契約書。スパンジェバーグ選手が S ランク契約書ですね。確か俺 A ランク持ってなかったっけな。まあ、でも、まあ、球種数によっては、もしかしたらミキサーにやるかもしれない。うん。まあ、ミキサーの選手、ちょっと選択して、ワンチャンね、やってみるのはいいかな。まあ、A ランクおるけどね、うん。
おるんやけども、まあ、梅野投手はどうなのかなと、はい、そこのところで、迷っております。はい、スパンジェンバーグ選手は、もう西武ね、俺いっぱいいるんだよ選手。増田投手もギャレット投手もいるからね。うん、あとニール投手はちょっと出そうかなと思ってるんだよね、迷ってるけど。はい、まあ次回ちょっとね、ミキサー会行おうかなと思いますね。はい、ちょっと今考えてるのがね、通常ミキサーでどれぐらいの、選手を引けるのか、通常ミキサー闇なのか、そういったところの検証も含めてね、やっていこうかなと思ってるんで、次回、ミキサー会やっていきます。楽しみに待っていてください。はい、というところで今回はね、累計報酬獲得して S ランク計3枚ゲットしました。はい、皆さん、よかったら高評価とチャンネル登録とぜひともよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ウィッシュ。